小林製薬のベリコージを含むサプリを摂取した人が健康被害を訴え、5人が死亡、281人が入院した問題で、今日夕方竹見厚生労働大臣はプベルルさんと健康被害についての因果関係が確認されたと発表しました。プベルルさんについては腎臓関係のこの健康被害が生ずることについては。は 学会の有識者の先生方との連携も取りおよそ確認されているところでありますこのほかサプリにはプベルル酸以外にも2つの化合物の存在が確認できそれらは青カビの混入により作られたことが推定されることが分かったということです2つの化合物については引き続き調査を行い健康被害との因果関係を調べる方針です